魔法使いと七つの扉、略してマホナナ。この番組は私あゆみがお送りするゲストトークバラエティ番組です。さまざまなカテゴリーで活躍する豪華多彩なゲストとともに、ゲストをこの番組独自の切り口で掘り下げていきます。プレゼンテーターの私が師匠、ゲストを魔法使いと称して、リスナーとともに魔法の謎を解明していっちゃいます。今まで知らなかった意外な一面が見えちゃうかも、ということでございまして、あゆみでございます。先週ね、ちょっといろいろありましてお休みになってしまったんですけれども、ゲストの予定だった真央さん、また別の機会に来ていただけることになりましたので発表お待ちくださいということで、急なねお休みになりまして申し訳ございませんでした。早速ですがメール読んでいきたいと思います。はい、ハンドルネームひづきさんからいただきました。ゆみさんこんにちは。魔法7最新回のゲストが川村隆さんで、めちゃめちゃびっくりしました。確かにずいぶん前ゲストのリクエストメールを出しましたが、まさか実現するとは。推しから仕事の依頼が来るというシンデレラストーリーなのに、生々しいマネーの話が多く、ここでも炎上するんじゃないかとハラハラしました。でもプロフェッショナルな方でトークも面白いし、何よりオタクでギャルゲ好きなので、あゆみさんと気が合ったようでよかったです。次はあゆみさんがミートたけしさんの配信にゲストに行って、ここではできないようなもっとやばい話をしてほしいです。まあね、万が一お招きいただきましたら、もうホイホイと行きたいんですけれども、まあね、こうやってね、ご希望いただいて、僕の魔法使いを紹介しますというコーナーがありますけれども、そこにね、ゲスト希望でこの人呼んでほしいなみたいな希望をいただいた方はね、当たってるんですよどうですかって聞いてるんですけど、まあね、実現したりしなかったりとかはするんですけれども、番組としてはね、なるべくこうリスナーの願いも叶えていきたいというところで、引き続きね、こんな人呼んでほしいなっていうのは募集してますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。ちなみに今日のゲストは私が渇望してたゲストなんで私希望なんで、はい、お願いします。はあ、まあ、私の希望もね、ちょっとねメール出さないとねいけないかもしれないですね。はい、続きましてもう一つ読んでいきましょう。カラーひよこ百式さんからいただきました。この前長年愛用していた机の椅子が壊れたので、通販でゲーミングチェアなるものを買いました。しばらくして家に荷物が届いて、ワクワクしながら箱を開けたところ、自分で組み立てなければいけないめんどくさいやつでしたある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 一瞬心が折れかけましたが、説明書とにらめっこをしながらなんとか組み立てることができ、今そのゲーミングチェアに座りながらこのメールを打っています。あみさんは自分で何かを組み立てるようなことをしますか？いや、あるよ。てかなんかこう棚とか、まあ、椅子とかもそうですけど、まあ、椅子は私はちょっと作ったことないですけど、なんかそういう大きめのものって結構自分で作らなきゃいけないタイプのもの多くないですか？まあ、主に私はなんか棚なんですけど、棚ぐらいはね、まあ、一人で作れますよさすがにね。あとなんだろう、こう説明書がさ、そのなんか伝わるかな、日本語じゃないやつない買ったらさ、またメーカーが、その例えば海外のメーカーなんだと思うんだけど、日本語がないっていうか、英語もなくて、別に中国語でもなくて、もう図なの、図面しかなくて、なんかこの穴をここにみたいなしか書いてなくて、なんかまあ多分どの国の人でも使えるような仕様になってるやつがなんか最近多いなと思いますね。なんかでもそういうのはね作れるよ。でもなんかまあ椅子とか、なんだろう、もうちょっと大きいものになるとちょっとなんか自信はないな、正直。なんかこう本当にカラーボックス的な、まあ、カラーボックスも別に最近買わないですけど、こう単純にね、こう箱型になって、後からこう好きな高さでこう棚変えれますよみたいなやつぐらいはね作ったことありますけど、まあでも大変だけどね。こう男性と女性だとやっぱこう、ね、身長的なところもあるし、こうなんだろうな、作業がね慣れてる不慣れっていうのもあるので、私はあんまりこう慣れてる側ではないけれども、まあなんかできる範囲のことであればという感じですね。なんかいつだっけな、今のスタジオじゃなくて前のスタジオかなんかの時に、なんかね棚をね買ったんです。なんかおしゃれな棚を買ったんですよ。おしゃれな棚を買ったらさ、そのまあ当たり前なんですけど、まあバラバラの状態で届いていや、このおしゃれな棚
全部自分で組み立てるのかと思った時は一番辛かったですね。なんかもう8段ぐらいあって、いやーそれは辛かったね。なんか途中で放り投げたもんね。ちょっと私無理だなと思って、ちょっとまあ、あのやれるやれないじゃなくて、ちょっと大変な作業はね積極的に人に振っていきたいと思います。はい、ということでございまして、あの普通歌もね募集しておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。早くゲストコーナー行きたい、あ好き。はい、ということでございまして、宛先は温泉番組配信ページの投稿フォームまで。それではここで1曲お届けしましょう。テレビアニメ180秒で君の耳を幸せにできるかより主題歌です。私あゆみで主書店。合図したら囁いて、世界が目覚める前に捕まえて、幸せの音色を。まだ眠い朝は眩しすぎて、サンシャイン胸の奥線で進んでゆく。カラカラと空回る笑顔は、ナンセンスどこかに出る寂しさのわけ。一つ二つ雲間を晴らす夢の続き。主書店を聞いていただきました。続いてはこちらのコーナーです。魔法使いと7つの扉。7つの扉へようこそ。このコーナーでは各分野で大いに魔法を発揮しているその道のエキスパート魔法使いをお招きします。今宵魔法使いの前に現れるのはこの7つの扉です。それぞれの扉を開いて魔法使いの新しい一面をこの図書館の本に記していきましょう。ということで今夜の魔法使いはこの方、声優の新谷涼子ちゃんです。はい、こんにちは。魔法使っちゃうぞ声優の新谷涼子です。かわいい。嘘でしょ、マジで。いい、ありがとう。かわいい。いやー、お久しぶりです。いやー本当に久しぶり。ラジオで喋るのが考えたくない。さっきチラッと聞いたけど考えたくないぐらい前だったね。そうですね、干支が一周じゃ、でも聞かない、もしかしたらちょうど一周ぐらい、でもそれぐらいじゃないかなと思いますね、時期的に。そう、もう何の話したかあんまり覚えてない。さすがに私も覚えてないです、ね、あの時何の話。どの番組かはもちろん覚えてるんだけど、なんで今日は。そっか、逆に言うと2人って初めてかもしれないです。初、あの表で2人で喋るのは初。裏の話はね置いといてあれですけれどもね。最初ね会った時とかはね。それ忘れてほしい。はい、名古屋で、ね、さあということでございまして、涼子ちゃんを巡っていくこの7つの扉が目の前にございます。はい、はい、ある。さあ、すっごいちっちゃい扉がある。ばらさないで。さあ、どの順で開いていきましょうか。ね、もうなんかランダムでいいかなって思ってるから。はい、もういいですよ。どの順、じゃあね、これ開けます。はい、どうぞ。リリン。キワドなんですか。マジで。キーワード出ました。スーパー。マジで。ここから行くか、はい。はい。ランダムにするとこうなりますね。開いちゃったよ。スーパーって。うん。なんかまあちょっと最近ハマってるものとか、はい、よく買うものとかを考えたら、はい、最近意外とスーパー行くなって。スーパーって。お買い物に。マーケットです。スーパーマーケットです。スーパーマーケットですよ。ほう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 に珍しく最近行ってるなって。何を買うんですか。あのね、それが私本当にお料理しない人だから、あの、はい、全然なんだけど、
なんていうのかな、最近って本当に便利で、はい、なんかめっちゃお料理簡単にできるキットみたいなのあるじゃん。あ、なんかこのセットにナス買えばいいだけみたいなやつとか、 ああ、ね、はい、ああいうのを買ってきて作ってることが多くて、はい、ですごいちょっと前にハマってたのはキューピーの蒸し煮用ソースっていうのにハマってて、はい、何ですかそれあのね、私が一番好きだったのは、小松菜と豚肉のゆず醤油だったかな。めっちゃ美味しそう。めっちゃ美味しいんだけど、で豚肉と小松菜としめじを買ってくればできちゃうんだけど、はい、お鍋にそのソースを敷いて材料全部バーって入れて10分蒸すだけめっちゃ楽。そうっていうのにハマってた時期があって、で最近はちょっと旬のものが食べたいなと思って、なるほど、トウモロコシを買いに行くことが多くて、でアイラップっていうね、はい、ビニール袋ご存知です？いや知らないです。なんか私こう金沢だと多分結構みんな知ってて、うちも実家で使ってたんだけど、あのね、そのアイラップっていうのにトウモロコシをちょっと、まあ、洗って軽く水気切って、はい、アイラップに入れてレンチンするだけでできちゃうの、5分で。だからお湯沸かさなくていいし、お鍋も洗わなくていいの。アイラップはその袋状なんですか？あ、そう、普通のビニール袋なんだけど、レンチン対応してて、まあ、ちょっと油物とかは多分ダメなんだけど、レンチン対応してて冷凍もできんの。え、すごいの、万能。そうなの。へえ。それを使って、はい、なんか例えばほうれん草をチンしたりとかでおひたし作ったりとか、なんかそういうめっちゃ簡単にできるやつばっかりしてる。なるほど。なんかスーパーって、大きいスーパーとかまで行くとさ、そういうのめっちゃ種類多くて。あー、確かに。そうなの。だからそういうのがすごく好きで、クックドゥみたいなとか、なんかそういうのがすごく。そう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 。なるほど。なんかでもいいです。ハマってるものスーパーっていうだけでちょっとなんかでも女子力がかなり上がります、ね、でもさ、なんかさ、それこそ成城石井とかならまだしもさ、スーパーってちょっとおばっ、ね、そんなことない。次の次のキーワードいきましょう、さあ開いていきましょう。じゃあ次はこれ、はい、ここ開けます。おででん、おなんだ、ラジオというキーワードをいただきました、うん、はい、こちらメールでございますので、メール読ませていただきます。はい、お願いします。ペネムコノハさんからいただきました、うん、あゆみちん、りょうこ姫、こんにちは。わー、こんにちは。魔法の穴図書館についにりょうこ姫ということで、ワクワクが止まりません。ありがとう。今回はラジオの扉を開けてほしいです。りょうこ姫といえばラジオのトークも有名、うん、相方によってボケたり進行したり、うん、たまに突っ込んだりと、あゆみちんのラジオと似てるところもあるかも。そうなんだ。そうかな。一人で喋るのとゲストトーク、ダブルパーソナリティなどで、こんなラジオが好きっていうのはありますかといただいております。なんだろう、なんかちっちゃい頃私なんか、はい、親が厳しくて、はい、まあ一人っ子なんだけど、はい、ずっと部屋に閉じ込められてたのね。ああ、なんかそう、変な意味じゃなくて、勉強しろよっていう意味で、あ、そうですね、はい、なんかお家にお部屋に一人でいることが多くて、で一人っ子だからさ、部屋も一人なわけ。そうですね。で、うん、やることない、あ、まあ勉強しろって話なんだけどやることないから、たまたまその部屋に母が自分の好きな推理小説とかを置いてたわけ。はい、りょうこの部屋の方が広いからっつって、はい、それをこっそり読んだりとか、あとテレビも見せてもらえなくて、あんまり、はい、ニュース以外。おお、なるほど。で、なんかその週に2番組だけ好きなの見ていいよって言われて、1本アニメ1本流行ってるドラマとかにしてたんだけど、うん、だから部屋にいる時本当にすることなくてラジオ聞いてたりしてたの。なるほど。うん、それこそ声優さんの金沢でやってたラジオとか、あとまあ FM、はい、FMM 問わず聞いてて、はい、だ割とラジオってすごく馴染みが多分深くて、耳にも馴染んでて、なるほど、だからなんか多分そのラジオの、まあ、うん、有名かどうか分かんないけど、お話が結構今まで多かったのかなとは。ラジオめっちゃ聞いてたんですよ、りょうこちゃんのラジオ。私どれだろう、うん、どれか全部言っていいですか。大丈夫です、大丈夫です大丈夫です大丈夫です、大丈夫です、ありがとうございます。ラブラドールリボルバーから、あ、でも、うんうんうん、でもなん、ピタピタエンジェル、あーね、はい、あれで鍛えられたところもだいぶあるあの、ね、ゆかりちゃんのラジオ力って本当にすごくてなんか私結構そのパーソナリティを一人じゃなくて誰かと組むときって、
みんななんかものすごく面白くて相方さんすごいですよね。そうだし、そうそう、はい、でまあね、絶望放送やってた時の神谷博さんもそうだけど、まあ、並川大輔さんともやったこともあるし、はい、なんかみんなねそれぞれすごくトークが面白くて、はい、で、まあ、ゆかりちゃんは本当に鍛えられたあのアイドルとしてのゆかりちゃんも見てきたし、パーソナリティとしてのゆかりちゃんも見てるし、もちろんお芝居してるところもずっと見てたから、だいぶ鍛えられたと思うな。あ、初期の方ですしね、うん、もう本当に頭そうだった ね、でそっからまあ一人のやることになったりとかもしてて、でも一人もね全然苦じゃないんだよね、うん、なんか割とこの間、まあ、この間って言ってもだいぶ前だけど、スペースとか、はい、ツイッターのやつやったりとかもしてるんだけど、はい、意外とね1時間とかすぐ経っちゃうよね。いや、そうなの、本当に好き。そうだから、なんかね、どれが好きっていうのは別にないんだけど、うん、なんかまあ時と場合によって変わるかな。人の話をねずっと聞いてる時もあるし、うん、ゲストで言ったらやっぱりなんか喋りを求められてるから喋んなきゃなって思うし、はい、逆にゲスト迎えてる時は私が聞きたいことをいっぱい聞きたいなって思ったりするから、どれが好きとか特に全部好き、ラジオ好き。じゃあこれが得意不得意っていうのもなくもう全部、うんうんうん、うん、ラジオ好き。でもね、顔出しはあんまり好きじゃない。なんか気にするとこ増えちゃう。そう、なるほどなるほど。ラジオだとね逆に声でもありますしね。なんかどんな顔してても平気じゃん。なんか別に変な顔して喋ってるわけじゃないけどさ、なんて言ったらいいのか。確かに確かに。歌ってる時もそうなの、なんかレコーディングしてる時もそうなんだけど、あんまり見られたくなくて。あー、なるほど。カーテンとか締め切っちゃうタイプ。あと電気も薄暗くするタイプ。あー、どんなに明るい曲でも薄暗くしちゃうんだけど。なんか多分そういうのもあって、なんかラジオってで好き。なんかその声のトーン一つでさ結構変わるじゃん、うん、その日の体調もそうだけどさ、あ、なんか今日楽しいのかな、いいことあったのかなとか、うん、そういうのを想像してもらうのも好きだし、想像しながら聞くのも好き。いやー、めっちゃいい話だな。そうかな、勉強しよう。ええ、そうかな。いや、いいですね。でも本当ラジオめちゃめちゃやられてますもんね、本当に ね、やらせてもらってた、ありがたいことに、うん、めちゃくちゃ好きだったしね。まあ今も好きだけど。わい、では次も行きましょうか、うん、はい、じゃあこれここ開けます。はっ、デデデデ、おー、何が、あ、声優になったきっかけ。これはね、セーラームーンが好きだったの。なるほど。でセーラームーンになりたかったの、はい、で私がちっちゃい頃って CG とかそんな技術多分、うんうん、映画とかならまだしもあんなね、うん、それこそテレビドラマになってたけど、はい、あんな簡単になんかこう人が変身できると思ってなくて、いや、ちっちゃい頃ポアトリンとかやってたな、変身してたな。だけどなんか変身できると思ってなくて、セーラームーンみたいになるにはどうしたらいいのかなって思った時に、友達に声優オタクだった子がいて、その当時から、そう、小学校中学上がるぐらいに声優さんが好きだって言ってる子がいて、うん、その子からその声優さんって存在教えてもらって、あ、これやりたいって思ったのが一番最初、うん、変身できると思ったの。変身がしたくて声優になるという。そう、でもまだねちゃんと変身したことないの。いや、でもかなり役柄されてて、まだ、ね、まだですか。あのね、レギュラーとかではない。あ、なるほど。変身バンクとかない。だからね、変身したいのよ。マドカでも変身しないキャラだったから。あ、そっか。そう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 、そっか、変身。そうなの。いや、これだけ長く声優されててまだこれやってないっていうのがあるっていうのもびっくりですね。魔法使いたい。だから今日はちょっと魔法全然使ってないけど今。スーパーの魔法がねかかってますよね。そうね、魔法使いってこうちょっといい響きだなって今日は思ってきたよ。あ、いや、いいですね、うん、でもね、なんかそれ見たいですね。変身したいなって。でも、はい、普通に考えてさ、どのキャラやったってさ、私じゃなくなってるわけだから、別に変身バンクはなくても私自身は変身してるわけなんですよ、キャラクターのことに。確かに確かに。だし、なんかそのまあそこまで人生を生きるとかそこまで深いことじゃないけど、なんかいろんなものの考え方とか捉え方ができるかなって思ったんだよね。自分の一人だけの人生を生きてるより、たくさんの
こうキャラクターに触れることによって性格だったり、うん、人との関わり方だったりっていうのを知れるかなって思ったりもした。いやめっちゃいい話ですね。どうなのかな。あでもなんかこう違うものに触れるって大事ですもんね、うんうんうん、自分とこう違う感性だったりとか考えだったりとか。だからなんかそういうので本読むのも好きだったから、はい、なんか多分そういうところからだと思う。好きあとねそうラジオと絡めるのであればあの丹下さくらさんがやってた、はい、ときめきメモリアルのラジオがあって、はい、でそこで初めてラジオドラマを聞いたの。あーなるほど。で部屋暗くして夜寝るときにラジオ聞いてて、はい、もうありありと情景が出てくるのよね。それもすごく楽しくてこれやりたいって思った、うん、あじゃあやっぱラジオからこういろいろ吸収してやりたいなって思ったところもある、うん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 、多分そう、ね、そういうのもある。 いいな。なんかやっぱつながってますねいろんなことが ねそうなんだよね。よしじゃあ次も開いていきましょう。はい、リリーほい沼あ沼これねそうちょっとこのキーワードを考えるときにちょこっと喋ったじゃない。そうですね。あの時に言葉にして初めて思ったけど、うん、私の沼って本当にサラッサラでサラサラ深くてサラッサラで私すっごい落ちますよ下まですっごい一気にまず落ちんのよ、はい、割と高いところから知らないところその沼が見えないぐらい知らないところから、はい、勢いつけて落ちるからうわーってもう一気にその深い底まで行くんだけど上がってくるのも早い熱しやすく冷めやすいの典型ですね。冷めてるわけじゃないとは思うんだけどなんかその分かりやすいのがマーベル、はいはいはい、MCU シリーズとか、はい、あとハリーポッターもそうなんだけど、はい、きっかけがあって見るようになったのよ、うんうん、で流行ってる時とか全然見たことなくてどっちも。なるほど、うん、でそのまあ、マーベルに関してはエンドゲームアベンジャーズエンドゲームっていうのを劇場で見たくて、はい、その MCU って呼ばれてる作品たちを何個あの20個ぐらい20作ぐらいあるのかな最初から全部バーって見たの、はい、でハリーポッターも私藤原竜也さんが大好きなんだけど、はい、お芝居を舞台をやる、うん、でその舞台がどうしても見たくて初めてハリーポッターを一からちゃんと見たで小説も先に読んだのか小説読んで映画見て、はい、でその短時間でやったの。結構なボリュームですよ。すぐ忘れるよね詰め込みすぎなんですって。それ本当にあのね学生さんこれ聞いてたら言いたいけど一夜漬けダメあのその時のテストはいいかもしんないけどすぐ忘れる。まあ次の日とか1週間くらいはねいいんですけどね。そうだからただハマると深いから、はい、グッズとか関連のものはすごく見るし調べるし買い漁っちゃうわけ、はい、けど忘れちゃうんだよね。忘れた後どうなんですかグッズ見た時に。あるなって思う。あれ冷めてるな。そうでもなんかふとしたきっかけでまた帰ってくるから、はいはい、例えばハリーポッターもこの間スタジオツアーに一人で行ってきたんだけど、うん、もう一人でローブ買ってウキウキで回っちゃうぐらいにはやっぱまだ全然好きだし、はい、見たら思い出すし見たら思い出すだけどそう見ないと思い出せなかったりするから。あなるほど。そうなのそうなの。だからすごくさらっとした深い沼なんだなってなんかでもずっとね好きなものもありますしやっぱこの詰め込んだものっていうのはそうだからもうもったいないからまたちょっとゆっくり見直したいなと思ってはいる、うん、いる けどまだ見てない思ったらねやっぱねそうなのね。だけどそういうのだからガチャガチャとかもすごく好きで最近ほらブラインド系のグッズ多いじゃん。あもういいめっちゃ買っちゃうのよ、ね、で最近その割となんか私今エンタメを浴びよう期間になってて、はい、なんか展覧会みたいなのとかも行ってますよね。そうそうそう行っちゃうんだけど、はい、そこでもやっぱり出てんのよアクスタとか。なるほどなるほど。買っちゃうの。買っちゃう。で例えば10個限定とかだったりするじゃん。で10種類10個限定だとまあ10個買っちゃうよね。なるほどなるほど。揃わなかったからもう一回行こうかなって思って。あーなるほどとかだからそ結構やばいのよこの消費するこのサイクルは結構、うん、消費することが愛だと履き違えてる部分がある多分。でもそのなんかコンプ癖というかコレクション癖みたいなのもあるから、はい、揃わないと悲しくなっちゃうあだよね。なんかよくそれこそ推しとかがあると、うんうんうん、こう推しの缶バッ
チだけ揃えてる方とかある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 、そういう感じではなくて全部1種類ずつ欲しいタイプ、推し2個、あとは1個ずつとかで揃えちゃう。あ、なるほどなるほど、保存用と使う用と使いたいから。なるほど、今日もね、あの真壁くんのキーホルダーついてるカバンに保存用がお家にあるあるあるちゃんとオタクをしているな。そうだからハマると深いし、はい、なんかもうそれしか見えなくなっちゃうんだけど、はい、ちょっと浮上してくるのもちょっと早めだったりはする。なるほど。そういう沼を持ってるなと思った。なんか同時にいくつかこう並行してます？そうじゃないですか。ああ、でも時と場合によるかな。でも一個好きになっちゃうと他見えなくなっちゃう。そればっかり考えちゃうから。でもその話を聞いてて心配になってる。りょうこちゃん大丈夫かな、りょうこちゃん。いやいや、ほんでなんかそのために遠征とかも全然するし、一人でホテルとか全然泊まれるし。でも下手したら次の月になってるとうーんって思ってるかもしれないですよね。うん、まあなんかそんなにあっさりってこともないけど、はい、じわじわと冷めていく時もある。心配になっちゃうな。いやでも楽しく生きてますよ。いやよかった。はい、でもね、ハマれるものがあるっていうのはね楽しいですからね。うん、ですよね。そうそうそう、はい、続きまして、はい、開いていきましょう。いい話もしたいな、これ。いやしましょう。あ、はい、あこっち行けるよ。いいですね。このドア最高よ。キーワードになっておりますが、カナデルさんから、うん、好きへのこだわり、うん、ということでございまして、メールいただいております、うん、読みます、はい、新谷さんといえば、うん、好きなものをとことん好きというイメージそうよ、あれそういう時もあるからあるからあるから、ディズニーランドやピンク色、うん、お洋服のこだわりなど好きなものに囲まれていつも幸せそうな印象があります。新谷さんの好きの気持ちに対するこだわりはありますか。これね、そうなの、珍しいことにディズニーランドに、まあ、ディズニーランドディズニーリゾートについては全然ドロッドロの沼だわ、はい、まだ全然抜けられない。ずっと会った時からそうです。もう今でも全然行ってるし、はい、あまりに行きすぎてちょっともうブログには書かないよね行ってもみたいなぐらいは実はちょっと行ったりしてて。そんなにですか。そう、今年パスないんだけど。なんかそうですよね、私年パス廃止見た時にりょうこちゃんよぎりましたね。りょうこちゃんどうするんやろ、これなくなってしまったけど。もうか関係ないよね。関係ない上に年パスみたいな使い方をしちゃうから、ワンデーチケットを行ってご飯食べて一つショー見て帰ってきたりとか、朝から夜までなんていられなくて疲れるから。いやでもそれってもう結構な金額に、お金額になってると思う。考えたくないけど。いや、たまになんかディズニーリゾートってさ、アンケートくんのよ。あ、はいはい、でなんかこう今日どうでしたかみたいなのとかもあるんだけど、来園回数聞かれんのよね、このなんか1年間でどれくらいみたいな。数えられみたいな。それちなみにこう例えば1回とか 2、3回とかあるじゃないですか。ある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 、それ以上っていうところだよね。選ぶのはね。そんな 1、2回で収まるわけないじゃないですかみたいな。それ季節のイベントごとに来たって 1、2回なわけないしみたいな。全然それ以上の欄の空白の欄にこう点キーで打ち込むタイプのやつだよね。そんなにやるの。これはだから、まあ、ディズニーもピンクもそうだし、はい、なんか全然抜けてないね。うーん、うん、やっぱ違うんですかね、その、まあ、一夜漬けじゃないってところありますけど。あ、まあそれもあるかも、まあ、ディズニーに関してはちっちゃい頃にその本当に親と夏休みの唯一の楽しみだったの。あ、まあ、夏休みのっていうか1年間のなんか別になんか旅行とか行く家族、よく行く家族でもなかったから、はい、なんかその1年に1回だけ夏休みにお母さんとディズニーに行くっていうのが本当に楽しみで、うん、でもそっから来てる気がする、うん、でなんかこうディズニーランドってさ、まあ一歩入ったらみんな笑顔じゃん。まあそうですね。まあよくさ親子喧嘩とかもしてますよ、カップルも喧嘩してますよ、泣いてる方も見ます。私も実際親とめっちゃ喧嘩したこともある、うん、めっちゃ泣いたこともあるけど、でもそれでもめちゃくちゃ楽しい思い出がいっぱいだからさ、ああいうところが、ああいう空間を作りたいと思って始めたのがチューリップ王国のライブだったの。だからなんかこう声優さんになってライブやるよってなった時に何したいって言われて最初にしたのがこの話。ディズニーランドみたいに一歩入ったら別空間でみんなが笑顔になれる空間を作りたいですって。でそのためにはチューリップ王国っていう設定があってね、私姫なんですよっていう説明から入ったんだけどなんか最初は惹かれてたけど、は姫みたいな感じになってたんだけど、でそういうところから来てるから多分未だに好きなんだと思う。
いやいい話やな無理やりいい話にしてる気もする好きだなって思いながら聞いてます今本当推し尊いと思ってますどういうこと、でもそんな感じディズニー、うん、別にご飯だけでも楽しいし、うん、あそこにいたい。ピンクの好きになるきっかけはあったんですか？ピンク色？ピンクなんでだろうね。なんか多分青が好きだった時代もある。私の人生において、そう、初めてのポータブル MD プレイヤーは青だった、はい、年バレるけど地域振興券で買ってもらったなんかあった気がするな。なんかちょっともう記憶の彼方にありましたね、それね。それで、はい、お母さんに買ってもらったやつは青だったし、青が好きだった時代もあるんだけど、はい、高校生ぐらい、後半ぐらい、専門学校入ってからかな、ピンクすごく好きになったかな。あ、特にきっかけって覚えてないけど、でも未だに好き。なんかカバン開けたらディズニーかピンク、もしくはディズニーとピンク、あウィズになったんですね。そうそうそう、これ俺もそうなんだけど、はい、かわいい、うん、なんかピンクかディズニーか、いやいいですね。お家もそう、うん、お家もですか？お家もそう、カーテンはピンクのミッキーだし。あらよく考えたらやばいね、ピンクのミッキーのカーテンに住んでる年齢ちょっと言わないけど、なんかちょいちょい年齢いやちょっと今ふと冷静に考えたらなんかまずいなと思ってそうな暮らしはしてないかもしれないけど、尊い、大丈夫です。でもなんかこう、例えば今自分ウォーターサーバーあるんだけど、ウォーターサーバーの機械も何色かあって、ピンク、白ピンクだし、うん、選べるんだったら絶対ピンクが入ってるやつになっちゃう。でもなんか好きな色だったり好きなものが周りにあるだけで楽しくなりますもんね、うん、気分がね全然明るくなる、うん、楽しくなる。だって、まあ、多分リスナーのみんなも思ってますけど、りょうこちゃんが真っ黒い家だったら想像できないですもん。だってピンクだろうなと思って全部間接照明でね黒いなみたいな、あとなんかちょっとグリーンがちょっとありますみたいな、はいはいはい、そういうの想像できないですもんね。ナチュラル系ね、木目調とかないでしょない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 白ピンク、まあ、黒ピンク、そうだね、あと水玉とかね、服が黒が好きだからそうですね、あるかなってイメージはね。でもそうかもしれない、ずっとだね、うん、ずっとですね、うん、いつになったら抜け出すのかはわからない。これは抜け出さなくていいような気がしますけどね。いいかな、ね、楽しいし ね、 ね、うん、はい、じゃあ次行きましょう。はい、おい、リリリン7バンビポップ、うん、いやいいですね、いいキーワード来ましたね。これはよ、あよ、あ、あゆみちゃんがいやもういいですよ、語った方が私が語っていいんですかペンネーム君をキングさんがいただきました、はい、あゆみちんりょうこさんこんにちは。わー、ももなだりりょうこさんが来てくれてめちゃめちゃ嬉しいです。あざーし。でも一番嬉しいのはあゆみちんでしょう。キーワードはバンビポップです、うん、あゆみさんも絶賛するりょうこさんのバンビポップのおすすめポイントぜひ聞いてみたいです。これさ、おすすめポイント、おすすめポイント、等身大の新谷涼子ね、そうね、等身大、はい、今どんななんだろうね今作ったらどんなになるんだろう。いやもう聞きたいですけどね、まあ、考えたりもするよ、今作ったらどういうことしたいかなとか。だけど、まあ、バンビポップ、まあ、その等身大はもちろんそうなんだけど、なんか一番最初にからずっと思ってたのは、可愛いんだけどトゲトゲしい感じは残したい、あ、可愛いけど毒っぽさも残したいみたいな、はい、なんかさ、そのなんだろう、可愛いだけを売りには私は多分似合わないから、うん、なんかだったらそのなんか人間っぽさっていうか親近感みたいなものを、なんかずっとなんかね、私は庶民派声優だって言ってたの、アイドル声優じゃなくて庶民派ですみたいなことずっと言ってたんだけど、はい、なんかそういう人間っぽさ、ちょっと例えば嫌なとこだったりもちろんあるじゃん、すっごい新谷涼子性格悪みたいなとこももちろんあるし、なんかそういうのをちょっと匂わせたいなみたいな。あ、だから例えばファンシーフリルってアルバム作ったけど、あの時もチューリップって可愛いけどトゲトゲしかったりとかっていうのに選んだりもしたし、なんか可愛い中にも本音みたいなところを入れたいなって思ったのが最初だから、そういうところを感じ取ってもらえたらいいかなって思う。もう
最高ですね。え、じゃあ待って待って、ヨドラちゃんが思う、はいはい、ヨドラちゃんが思うおすすめポイントって何ですか？いやでもライブの一体感、あ、ライブね、はね、やっぱもうね、あれはでも忘れられないですね。お客さん、国民がすごい、はい、あれは本当に、いや、あの、すごい、うん、私というよりかはみんなで作ってるから、ライブをすごいっていろんな人に私は言ってもらったことたくさんあるんだけど、うん、すごく誇り、いや本当にすごい、国民が誇り、私の中で本当にすごい、いや、ありがたいよ。いや、なかなかデビューの前からそれこそ客席にいた私でございますけれどありがとうございます。おー、ライブね、それこそ3月と他のね、あの、うんうんうん、アルバムのタイトルのライブだったりとかも貸していただいておりますけれども、うんうん、もともとね、もうめちゃめちゃファンなのであれですけれどもありがとう。いや、もう本当どの曲もどの曲も好きですね、うん、あと涼子ちゃんの書く歌詞が好きですね。なん、少ないけどね。いや、いやね、そこがなんかあの好きですよ、私、あのひらがな作詞新谷涼子の曲は ね好きですよ。ね、今できないだろうな、書いてほしいな。今ひらがなはちょっとな。なんでですか、なんでですか。でもでもそう、あの、うん、好きだった。私も書くのめっちゃ時間かかるから、本当に難産だからあれだけど、もう曲について語ったら多分この番組終わらなくなるのであれですけどもう好きな曲がありすぎてありすぎて嬉しい。いや、でもそれもやっぱね、うん、あのね、作ってくれてる人たちのおかげだし、まあライブもメンバー含めスタッフ含めお客さん国民の人たちのおかげでできてると毎回思ってる。あ、姫、いやいやいや、本当に本当に、だからなんかね、私見なくていいなって思ってんのライブ。なんかメンバーとか見てても全然いいし、うん、姫むしろ見ないでぐらいの勢いなんだけどいや、ガン見ですけど、ね、いや、だから本当にね、うん、みんなのおかげで生きてきてるのよ。いや、だからなんかそういうのも感じてもらえたら嬉しいよね、うん、そう、ね、うん、バンビポップだからなんかいろんなものを含めてのバンビポップかな。曲も思いも、うん、ライブとか、まあ、見た目とかも PV とかも、うん、もう全部見てほしい、もう、ね、全部買ってほしい、本当にありがとうございます、本当にお願いします、本当に買ってく、3枚ずつぐらい買ってほしい保存用と売ってるかな、もう売ってんのかな、本当に買って聞いてほしい、ありがたい、もう好きということでございまして、最後の扉になってしまいました。はい、あ、急ごう、じゃあこれ開いていきましょう。はい、キーワードチューリップということでございまして、島猫マーナさんからいただきました。はい、ありがとう。りょうこちゃんがゲストと聞いてメールを送らせていただきました、うん、語ってほしいキーワードはチューリップ、うん、中古って王国民の自分としましてはチューリップについて語ってほしいですと。うん、まあ花だよね語ってないですね花だよね、チューリップ、ね、花ですね、はい、別になんかね、そのチューリップにすごく思い入れがあってチューリップをにしたわけじゃないのよ、はい、でそのまあファンシーフリルっていうのを出して、そっからじゃあライブやるよって言った時に、じゃあチューリップ王国じゃないかなって、ファンシーフリル出したし、そのライブやるんだったらじゃあチューリップ王国だよねってところで私がチューリップ王国にしちゃったの。ファンシーフリルからのチューリップ。そう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 、そうで、そのファンシーフリルを選んだ理由はさっきも言ったけど、そのなんかまあ可愛さの中に、まあ、フリルの部分がちょっとトゲトゲしく見えて、うん、そういうのがいいなって思ってファンシーフリルの品種にしてってところからだったから、だからなんかすっごいチューリップが好きで昔から大好きでとかなわけではない。なるほど、ピンクのバンビの時に例えばライブやるって言ってたら、うんうんうん、違う王国になってた可能性があるってこと。あ、そうだからバンビポップなの。あー、そう、最初だからねそう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 、なるほど。だけどだからバンビ王国はバンビしかおらんやんけみたいになっちゃうからなんか生き物じゃないやつがいいなとは思ってて王国、王国民みんなバンビです。そうそうそう、みんななんか陸上みたいな体に白い斑点あってねみたいになっちゃうからさ、なんかそれはちょっと違うなと思って、そうなんかモチーフとしてじゃあやっぱチューリップがいいんじゃないかって、はい、でなんてそのチューリップ王国もさ、表記って、まあ、ひらがこれひらがなで書いてくれてるけど、うん、ひらがなバージョンもあるけど、あのアルファベットもあるのよ、チュー矢印リップですね。そう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 、はい、で星入れてて、はい、でそういうのもいけるから可愛いんじゃね、はい、みたいな感じで思ったから、チューリップについて語るならそっちかな。花について語れて言われたらなんかあのお隣富山県の花だよねみたいになっちゃうからちょっと花については難しいんだけど、でもこれのおかげでねチューリップ好きになったよ昔より。ああ、
お花屋さん行ったらチューリップやっぱ買うようになったし。わー、うん、さすが。そうそうそう、可能。なんかお仕事とか楽曲とかのきっかけで好きになるものってやっぱありますよね、うん、ある、うんうん、あるある、とてもある。それに触れてなかったらこうそんなに好きにならなかったんだろうなみたいなものとかっていうか、ね、うんうん、知らなかったものがやっぱなんか触れるっていうか身近になるよね。ありますね、うん、本当にっていうのはあったかな。いやいいですね。ちょっと私も知らなかったルーツが聞けました、うん、知ってることばっかりだと思ってましたけどよかった。いやでもね、まあ、まだまだちょっと知らないこともいっぱいあって勉強が足らないなという感じでもない感じる時間ではございましたけれども、夏の扉無事開けまして、ちょっと魔法使いのルーツに触れられたかなというところで、はい、続きましてこの後のコーナーにもりょうこちゃんにはご一緒していただきます。引き続きよろしくお願いします。お願いします。魔法なな白黒つけろどちらにや。リスナーから寄せられた究極の選択を我々が正しい道へと導いていきます。どっちか自分では決められない究極の選択、司書と魔法使いはどう選ぶということでございまして、うん、はい、りょうこちゃん、うん、究極の選択でございます。はい、うわドキドキする。決めるのって得意ですか？うん、全然悩んじゃうタイプです。うん、悩む。なんかでもご飯屋さんとかだといつものメニューか新しいメニューかみたいになってくると答えは出るけどね。なるほど。じゃあちょっと早速触れていきましょう、うん、はい。じゃあまず一人目、ゴンボホリさんからいただきました。ドライブデートで嫌なのはどっち？音楽爆音、もしくは相手が無言。まあね、こう誰かとねお出かけするってなった時に、うん、まあ、これは相手女性でも男性でもどちらでもありますよ、ドライブデート、うん、音楽を爆音でかけられるか相手が無言、うん、あでもこれはもう一択だな。はい、いける。お、じゃあいきましょう。はい、答え、相手が、あ、嫌なのか、音楽が爆音。あ、なぜ？うるさいあ、まあそうですね、うるさいし、なんかそのさ、相手が無言な分には私が喋ればいいじゃん。あー、なるほど。うん、かわいい。え、なんで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 よ、なんでなんで、ね、なんでそうじゃん、うん、でも音楽ってさ、もう全部拒否されてるじゃん、私が喋ることすら。喋ることも拒絶に入っちゃってるってことですね。そうで、それをね聞きながらノリノリで歌ってるならいいよ、あ、好きなんだなと、この曲が、うんうんうん、好きで聴かせたいのかな、はい、かわいいなみたいになるかもしんないけど、はい、音楽爆音で無言ってもっとやだよね完全に拒否られてる感じするもんね。確かにそれはそうですね。喋る間も、喋ろうと思っても喋れないですもんね。うん、だから相手が無言であれば別に喋ってればいいか。なるほどなるほど。うるさいって言われたらたまるけどまあでもそこはね、自分からこうなんだろう、迫ることができますからね、相手にね、うんうんうん、あ、でも確かに爆音嫌ですね。あとちょっと恥ずかしくない？なんかさ、うん、自分が好きな、まあ、曲だったとしてもよ、その爆音が、はい、漏れるじゃん道端に。あ、まあまあまあ確かに恥ずかしくない？あの人これ好きなんだみたいな。なんかとか例えばさ、今だとさ、例えば、Bluetooth イヤホンで、はい、スマホに入ってる音楽、自分の好きな音楽をかけようとしてさ、はい、Bluetooth がうまく機能しなくて鳴っちゃう時とかあるじゃん。あ、ありますね、はい、ちょっと恥ずかしくない？あ、確かに。あいつバンビポップ聞いてんだけどみたいな。いいじゃないですか、バンビポップ。ちょっとバンビポップの何がありますか？恥ずかしい。なんかだからかつて昔はさ、着メロがさ、はい、鳴っちゃった時とかさ、着メロあれかよみたいなのとか、はい、なんか自分が好きなものをあの発信したい時じゃない時に発信してしまうのってちょっと恥ずかしいんだよね。あ、不意打ちなね。そう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 、ね、あ、バレるみたいな。なるほどなるほどなるほど。だからその爆音にされるとなんか漏れちゃうから、あ、ちょっと恥ずかしい。なんか私が覚えているりょうこちゃんと会話した記憶の中で、うんうんうん、いたしゃの話をした記憶がめっちゃ残ってて、いたしゃしたい、うん、いまだにいまだにしたい。なんか多
ームでラジオとかじゃなくて普通に喋ってた時に、うんうん、イタシャすごい好きなんだよねって言ってたのも全然未だに忘れられなくて、あれはだって発信しようと思ってやってることだから恥ずかしくないの自分の車の後ろに自分の PV 積むんだって言ってて強と思って記憶あるの、ね、あれは発信したいからいいのいいのなるほどなるほど、それ聞かせてるって、ね、そう意識はあるからなるほど不意にはちょっと嫌よねやるならイタシャですよねそうイタシャしましょうなるほど、じゃあ続きましてのお題です。グッズオーバーさんからいただきました。お腹が空いた状態でレストランへ、前々から興味があった料理とまた食べたかった懐かしの料理、食べたいのはどっち。あ、これさっきのやつだ。そうですね、興味があったものか、もう一回食べたかった懐かしの料理。え、これも一択だわ。なあ、悩まないかも。一択なんですか。どっち選ぶかってことだよね。どっち。うんうんうん。じゃあ行きますよ。懐かしの料理。ああ。食べたい。でも前々から興味があってこれ食べてみたいなと思ってたやつ。わあ、うん、だってまた作ればいいじゃん。あ、復刻フェアってなんかそんな長くないなるほどなるほどなるほど。でもそうなんかね、保守的なんだよね。新しい味とかあんまいけない。あ、知ってる味に行きがち。決まったものに、うんうん、そうそう、これが好きだなって思ったらそればっかり食べちゃう。あ、だからそのさっきのさ、ハマってたこと、スーパーのハマってたやつとかも、はい、その蒸し煮用ソースにハマってた時は毎日2種類を順番に行ったりとかしてたし毎日2種類順番じゃないです、もうテレコですそっか、そっか、順番じゃないのかそうそう、豚肉と鶏肉ってなってたし、なんかそういうところがありがちだから新しいのになかなか行けなくて。なんか新しいのに行くきっかけってりょうこちゃんの中ではどういう瞬間なんですか。それしかない時。あー、選択肢がなかったら致し方なく行くのが新しい選択肢、うん、はーな気がする。なるほど。メニューに限らずお店とかもかな。あ、へえ。だからなんかおしゃれなカフェ開拓するみたいな、はい、カフェって言っちゃった、おしゃれなカフェ開拓するとかやらない。ないんですね。うん、ありゃドトール一択みたいな、なんかそんな感じ美味しいしみたいな。そう、あ、じゃあなんかここに新しいカフェができたんだ、注目のなんとかみたいな、今話題の何々とかっていうのはあんまり、へーって思うここかあ、なんか見たみたいな。もしかしたら友達とかが行こうって言ってくれれば行けるけど一人じゃ行けないよね。なんか展覧会とかも一人で行きます。それは一人で絶対行く。なんかこうこだわりがそうだから自分の金銭どこにあるか分かんないの。なるほど。そうなの。だから例えばすき家とか、はいはいはい、松屋とか、はい、お会計方法が分からないところは最初は一人で行けない。あ、なるほど。あ、今あれな、食券みたいなの買うんだっけ。多分なんかそれを知っちゃえば行ける。あ、なるほど。だけど知らないものに触れたくないってことなんですか。なんかもうちょっと見えっ張りなんだけど、はい、スマートにいたいの。かわいい人前でかわいい。だからなんか お会計の方法が分からなくてうろうろするとか恥ずかしいの。あ、だからうどん屋さんでさ、なんか順番にトッピング選んでくお店あるじゃん。 ありますね、はい、入ったことないんだけど、はい、あれも怖くて入れない。あー、なんか違うことやっちゃったなっていう、ね、そうお客様ちょっとそれはみたいなことなるのを人前でやりたくないから見えっぱりなだけなんだと思う。行ってみたいなとは思うよ。あ、なるほど。思うけど行かないなるほど。あ、分かってきたぞ。でもなるほどなんかどっかラジオの企画でりょうこちゃんに新しいとこばっかり行ってもらう企画やってほしい。絶対きついと思うでも一回行ったらそれ一回だからそこしか次行かなくなると思うので、ね、もうここ好きみたいなあるかな。そこばっかり結局変わるだけなんですか。そうまたテレコになるんですね。豚肉取りに行く。でもそういうこと、はい、じゃあラストいきましょう、はい、ラストのお題こちらです。キルマチマツターさんからいただきました、はい、どちらかがもらえます。もらえる、はい、1万円分当たっている引き換え前の宝くじ、あ、もしくは抽選前の宝くじ券が300枚、どっちもらう、これは迷うかもしれない。
まあ、確実に1枚を手に入れるかギャンブルでこう300枚手に入れるかですね。あ、でも決めた決めた。早っ。いける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 。いきますよ。300枚。おー、ギャンブラー。うん、でも今の話聞いてたらどっちも元手はかかってないから私。あ、そうですね、どっちも。だったら楽しみがある方がいい。1万円って分かってるより。あ、なるほどなるほど。当たってなくてもいいから、なんか可能性にかけたい。あ、夢がある。ガチャ開けたいブラインドグッズ開けたい言っちゃった。欲望になっちゃいましたね最後ねシルバーの袋ペリペリしたいすごいなんか悪気開いてる感じがね。そう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 、やりたい。なるほどなるほど。じゃあなんか確かにこう当たってる引き換え前の宝くじってもその1万円どうぞですもんね。うん、だったら1万くれよって思う。宝くじじゃなくて変えてくれるよ。そう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 、それは夢のない。だから1万絶対これ当たってるよっていうのを買うか300枚買うかだったら1万を買うかもしれないけど、両方もらってるから今。まあそうですね、もらうならどっちかだから。だったら300枚で、はい、しかも1枚1枚あの連番って書いてなかったから、はい、こう1枚1枚こう確認していくこの楽しさ。確かに300回やる方が楽しい気がする、はい、あ、じゃああれですね、もう金額どうのこうのよりも楽しさを求める。うんうんうん、素晴らしい。でもさ、それが多分ダメなんだよね。なんでですか？金額どうのこうのよりも楽しさを求めるって今の感じだとちょっといい話に聞こえるけどさ、はい、グッズに考えてごらんすごい散財してるってことです。考えちゃダメ。そう、まあ、ちょっといや忘れましょうそれはね。たまらないタイプ私貯金できないタイプってなっちゃう。でもあのファンからしたら、こう、うん、王国民からしたら楽しさを求めてる姫を見てるのは、うん、一番幸せですよ。いやでも絶対そっちの方がいいと思わない？いや、まあ、まあそうですね。なんかその、まあ、うん、普通に新谷涼子としてもそうだけど、表に出る新谷涼子としても、見て見て300枚あんのって1枚1枚こう開けてくスペースとかの方が楽しいじゃん。かわいい。だけど1枚あってこう何に使うっていうスペースより、まあ、スペースで言ってるけどラジオとかよりは、うん、300枚の方が楽しさにつながるじゃん。つながります。そうって思う。かわいい。300枚送ろう。マジで当たってもあげないよ。分けないけどいい。あげますそこはケチ、はい、ということでございまして、このコーナーではあなたを悩ませる究極の選択を募集中、はい、投稿お待ちしています。ということで楽しい時間は終わってしまう。めっちゃ早かった。早かった。あっという間だった。早かったですが、今日はいかがでしたか？めっちゃ楽しかった。やだ。なんかラジオにお呼ばれするのも久しぶりだったの。あ、そうなんですか。そうだからめちゃくちゃ楽しかった。なんか人と喋るの久しぶり。いや、外出ましょう。いや、外出てるよ。めっちゃ出てるよ。一人で。そう。誰か。主に一人で。ちょっと今度誘います。いやでもなんかやっぱさ、はい、なんか。友達と遊ぶのとさ、なんかこうラジオだよって言われてさ喋るのってちょっと違うじゃん、スイッチが。まあ、もちろんもちろん。やっぱラジオ好きだからさ、はい、こうラジオスイッチがすごく楽しかった今日。ラジオやってほしい。めっちゃ楽しかった。本当楽しかった。温泉やって。温泉やって頼む。本当に楽しかった。ありがとう。いいいい。ちょっとまたお招きします。ぜひぜひ呼んでください。はい、ということで、うん、あの告知ももしございましたらぜひどうぞ。告知、まあ、告知というか今私ちょっとニュース23のナレーションやらせてもらってて。はい、まあ、23時から夜の、はい、当たり前から23時だもんね夜だね23時から、水木金を今やってるのかな。で金曜日だけ、はい、ちょっと遅くて23時59分からギリギリニュース23の時間からやってるんだけど、そうそう、なのでよかったら、まあ、ニュースね、そんな別に見てねみたいな楽しいものじゃないかもしれないけど、なんかニュース見たいなと思ったらぜひちょっと23時 TBS 見ていただけると嬉しいなと思います。ありがとうございます。はい、全員見てください。ぜひぜひ全員見てください。番組からもお知らせです、うん、次回配信、次回のマホナナは8月15日水曜日、ゲストはクッキングエンターテイナーの大西哲也さんです。リスナーさんからのリクエストで実現しました。すごー。ちょっと
聞いてきますね、そのクックドゥみたいな。ちょっと待って、あんま言わないで、あちょっと思ってやめて、豚肉と鶏肉のテレコはいいですかみたいな、なんかあんまそういうのちょっと本当に次にね聞いときます、ね、トウモロコシレンチンで食べてるとかあんま言わないでそうね、料理の話が続いて楽しみですすごい、はい、そして、番組ではリスナーの皆さんからのメールも募集しております、うん、温泉番組配信ページの投稿フォームまでお送りください。普通では番組の感想を各コーナー宛までそれぞれお待ちしていますと、うん、いうことでございまして、本当に楽しかったね。めっちゃ楽しかった、あっという間だった。ありがとうあゆみちゃんすごい棒読みあゆみちゃんがまだちょっと慣れなさすぎて、そうですよね、夜空ちゃん夜空ちゃんって言ったから、そうですね、もう、うん、なんとでもお呼びください本当に、はい、もうちょっとまた慣れるようにまた呼びます、うん、あぜひぜひ、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、ということでございまして、そろそろお時間になってしまいました。今回のまほななもここまでです。お相手はあゆみと新谷涼子でした。せーの、バイバイ。この放送はまほなな制作委員会の提供でお送りしました。